はい、どうもケイジです。今日からドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。まあ、今日からというか僕、すでにドラゴンクエスト10は、Windows 版の発売から2年ぐらいはもうやってるので、要するにサブキャラを作ります。で、サブキャラ作るんですけど、ちょっと前置きが長くなりそうなので、ちょっと作りながら、その辺は説明したいと思うんですけども、まずこの画面、今からキャラ作るんですけども、これからあなた自身のキャラとあなたと共に暮らす兄弟かっこ姉妹キャラの2人のキャラを作りますということで、だいたいね、僕5キャラコースで4キャラ作ってるんですよね今。ドラクエ10は、5キャラコースで月額1500円、3キャラコースで月額1000円なんですけど、僕5キャラコースで、4キャラ作ってます。で、5キャラ目ということで、メインキャラが1つだけあって、あとの残りの今の3キャラはほとんど進めてないような状態。主に金作ね、ゴールド稼ぐの、結構大変なんで、サブキャラを作ると、金作に非常に助かるので金作用に作ってる感じですかね。もうほんとストーリーとかを楽しんでるのはメインキャラの方で楽しんでるだけですので、あとは、サブキャラの方は普通にレベル上げだけして、サポート仲間として、メインキャラのサポート仲間として使ったりとか、先ほど言ったように金作に使ってるとか、そんな感じです。でキャラですけども、そろそろ女性キャラとかも作ってみたいんですけどね。女性キャラ作ったことないので、だけどちょっとここは非難合合になりそうなので、男性キャラで、どうしよう、子供キャラとか作ってみろ、どうしよっかな、作ってみよっか。いっそ小さめにしようかな。肌の色、これ髪型、でね、これは Windows 版です。 Windows 版、先ほども言ったように僕はWii とか Wii U とかハードを持ってないので Windows 版でやってます。どれにしよっかな、これとこれ、それとこれは、なんか非常にドラゴンボール臭がね結構しますけど、まあこの辺、わお。じゃあこれで、髪の、髪型、髪の色ね。まあ、スーパーサイヤ人ではなく、まあ夏なんで、あと髪型とか髪の色とかは別に後からいくらでも変えれるので、まあちゃちゃっと夏なのでこの辺の色にしてみようかな。はい、それと輪郭、ちょっとふっくらするね。わあ、おっさんだ。じゃあ2で、ちょっとふっくらめで、これかな。で顔、わあ悪ガキやなこれ。おお美少年。これ美少年やな、これ綺麗やな、整ってる感じが。よし、これ
目の色。薄い色がいいのかな。薄い色はなんか合いそう。シルバーで。これ決定。ケージ。名前ね。決定。はい、決定。で、あなたの兄弟キャラを作りますということで。兄弟、そうだな、子供キャラにしたのでお姉ちゃんにしよっか、兄貴にしよっか、お姉ちゃんにしよっか。大きさ、大きさ普通、小さめ、小さめ、肌の色、焼けた肌もいいけど、ここは色白でいっとこう。白すぎるかな。じゃあこの辺で。はい、髪型パツンいいね。ショートカットもまあいいわな。こういうのじゃなくて普通のポニーテールなかったのかな。あー、持ってるわ、持ってる。あー、いいね、あー、いいね、これ、あー、いいね、やっぱこれかな、これか、これかな、俺としてはこれで。はい、色ね、色はわからない、どうしよう。兄弟色合わせようか。あの、こういう、あ、薄い色もいいな。よし、あ、なんか服に合わないな。こっちにするとどうだ。よし、これにしよう。輪郭、これにしよう。顔、意外と悩むね、こういうところって。どうなの。これにしとこっか。目の色、これかな、これ、やっぱこれ、ここもシルバーにしとこう。はい、名前、名前、名前、何にしていいかわからないので、姉貴で。はい、はい、ゲーム開始。これ PC 版は僕、
PC 版 Windows 版なんですけど、僕スペックの低いパソコンなんですけども、このノートパソコンね、それでも全然綺麗に映りますもんね。こういう風にね、ドラクエは低スペックでの低スペックの PC でも結構見れますですよね。ドラクエを動かしながら、しかも録画のソフトをね、動かしながら、同時に動かしながらでもこうやって見れるので全然綺麗ですね。どう、いいでしょう。アバ様が乗っていいって言ってくれたのよね、アバ様。あー、今日は特別じゃ。村の守り神亀様のお背中に乗せていただく日が来ようとは。長生きはするもんじゃの。行くぞ姉貴、他の者たちも乗せてやらねばね。ええ、アバ様。さあ刑事も乗って乗って、ほら私の手に捕まって。ダメじゃ、刑事は乗せられん。どうして。それはな、とっとっとっと、姉貴、やっぱりダメだったじゃないか。どうしてくれるんだい。今年最後のはつらつ豆が、姉貴は逃げ足だけは早いんだから。刑事いないのかい。おお、お母さん、お母さんでけえ。おや、また寝てたの、まだ寝てたのかい。あんたにしちゃ珍しいね。なんだって姉貴とアバ様が亀様に乗っている夢を見た。嫌だよ、そんなことあるはずがないじゃないか。そうだ、それより聞いておくれよ。その姉貴がね、錬金術でハツラツ豆を10倍に増やすって言ったのに失敗して全部灰にしちゃったんだよ。今年最後のハツラツ豆をアバ様がどう、とっても楽しみにしてらっしゃったのにひどいだろう。あんたのお姉ちゃんの失敗なんだから、代わりにアバ様に、あ、これお母さんじゃないのか。あんたのお姉ちゃんの失敗なんだから代わりに謝ってきておくれ。言うまでもないけど、アバ様の家は橋向こうの高台にある大きな家だからね。じゃあ頼んだよ。 OK。 さあここから自分で操作するわけなんですけども、こういうふうにね、こういうふうに右のスティックでこういうふうにカメラの視点をね変えれるようになってます。で、左のスティックでこうやって進んだりね、上下左右に行けるわけですよ、回ったりとかね。で、まあパソコンで言うと、PC 版で言うと、この5番あたりのボタンでオートランね。で、6番あたりのボタンで、6番だっけ？あ、違う。9番か。ん？ 9 番 ?6 番6番か、6番のボタンでこうやって飛んだりとかできるわけですよね。こういうふうに操作していきます。で、最初説明したように、あのサブキャラなんで、そうそうがっつりなんかあのストーリー、楽しんだりとか、することを今までのサブキャラではしてこなかったんですけども、ここはこのキャラに関しては配信用なので、がっつりストーリーもお見せしながら進んでいきたいと、で思います。で、まあ、初心者の方、初心者の方というか、ドラクエ10始めたばっかりの方が、どうやったらスムーズに進めるのかとかね、ここに行ったけど、この次どうしたらいいのかとか、ちょっと難しいクエストが出た時にどうしたらいいのかとか、まあ、そういうのの参考になればと思いますんで、まあ、ゆるーく、
見てください。ちょっとね、さっき言ったようにちょっとカクカクっとしてるかな、パソコンスペック低いので、あの録画ソフトを動かすとね、ちょっとカクカクっとなるのかな。デスクトップのパソコンも持ってるんですけどね、そっちはゲームの方とかにあまり使いたくないので、このスペックの低い、スペックの低いといっても Windows 8.1 のパソコンなので、どうなのかな、OS 的には新しいんですけども、スペック的には低いというところ。たらら、なんだ刑事、まさか何をすればいいのか忘れたって言うんじゃないだろうね。あんたのお姉ちゃんの失敗を謝りにアバ様のところへ行ってくれるんだろう。アバ様の家は橋向こうの高台にあるよ。ついでにシスターイオリのところでお祈りして冒険の書に記録するのを忘れずにね、と。また何をするかを忘れた時は今の私みたいに名前がピンクの人に聞くんだよ、ということで、これ今タララさんって名前ピンクになってますですよね。このピンクになってる名前の人で、向こうのじいちゃん、このミヤクさん、この人の名前白ですよね。でピンクになってるのは、あの今からあの自分がやっていくべきストーリー物語にかの参考になる言葉を発してくれる、参考になることを言ってくれる人で、白い人っていうのは直接関係ない、ストーリーとかに直接関係ない人ですね。はつらつ豆はアバ様の大好物、近頃元気のないアバ様に腹いっぱい食べさせてあげたかったんじゃがのう、と。姉貴の言葉に乗せられて勝負に出たわしがバカじゃったわい、と。姉貴問題児っぽいですね。で地図を開く時は、4番のボタンでこうやって地図が開くんですけども、地図が開いたところに右下、地図の右下に6番アイコン非表示にメニュー表示とあるんですが、この2番のメニュー表示を置くとこういうふうにメニューが出てきます。で、キャラの名前、まあ仲間、一番上の仲間は今いないのでグレーアウトしてますけども、2番目のキャラの場所を押すとキャラの場所ね、どこに誰がいるのか分かります。まあ名前だけ見ても、お、亀様いるね、名前だけ見てもまだピンとこないですけども、今の人がタララね。で地図上に出てる黄色い三角が今自分がいる場所なので、ということになります。とりあえずアバ様のところに行くということなので、地図の左下アバの家に行きましょい。こう動くのは普通にカクカクせずに普通にね、動けますね。今あのドラッグ10のこれいろいろ、まあ、この辺の作戦家からでもいろいろ設定とかあるんですけども、この辺縦移動、僕リバースで使ってるんですけども、ノーマルで使ったりとか、要するにスティックの移動の方法の設定とかができます。で、他のゲームとかのスティックの動かし方とちょっと違うなと思ったら、最初は確かノーマルになってたと思うんですけども、僕リバースに全キャラ変えてるので、基本設定みたいなところでもう変えてるのでリバースになってるんですけども、まあこういうところを変えてみてはどうでしょうね。他のゲームと、例えばオンラインゲーム、まあ有名なモンハンとかありますですよね。その辺のスティックの
動かし方と動かし方に紐づくキャラの動き方がちょっと違うと、これなんかスティック動かし方が逆だなみたいな感じになれば、今の設定のところから変えることもできますしね。うん、とりあえずアバ様のところに行かねばならぬと。でシスターにお祈りしていきなさいと言われたので、ここシスターね、お祈り、はいはい、ドラクエの懐かしいね、もう教会の音楽といえばこの音楽ですよね。はいはい、これでセーブはできましたということで。お、新井君いらっしゃい。刑事さん、少し浮かない顔なさってます。もしかして何かお困りですか。はい、アバおばあ様に、アバおばあ様ね、謝りにいらしたのですか。なるほど、姉貴さんが錬金術に失敗してはつらつ豆をダメにしてしまったのですね。事情は分かりました。大丈夫、悪気あってやったわけではないのですから、おばあ様も許してくださいますよ。ただおばあ様は近頃すっかり塞ぎ込んでお部屋に閉じこもっていらっしゃるのです。そうだ、せっかく謝りにいらっしゃったのなら、代わりといってはなんですが、刑事さんにお願いがあります。おばあ様のためにこの村の中からふかふかのもみ殻と星毒結晶を集めてきてくれませんかと。まあこれが最初のクエストですよね、ドラゴン10の中では。ありがとうございます。村の人に聞けばどちらもすぐに手に入ると思います。よろしくお願いしますね、刑事さん、ということで。で今真意の名前が最初白だったのが今ピンクに変わったの分かりますですかね。こうやってまあ関係者になったので、めでたく真意はクエストをね、でこれで緑になると。でまあドラクエ、歴代のドラクエやってきた方はご存知かもしれません。こういう本棚も調べたりすることができます。古き知恵人の教えという本だ。そなたが5ボタンを押したならば操作せずとも走り続ける状態になる。まあ、最初に申し上げたオートランですね。オートランね。亀様の伝説。遥か昔、使命を終えて空から舞い降りた亀様は、世界の中心にある島に小さな楽園を作りました。そこにエテーネの民と呼ばれる特別な人間だけを住まわせた亀様はな、長い長い長い。はい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 。まあそういうことですよ。で、タンスの中とかも調べて、あ、薬草ゲット。あ、薬草ゲット。こういうふうに歴代のドラクエやってきた方ならピンとくるかもしれませんけど、ドラクエシリーズがそもそも初めてだっていう方はこの辺大事ですね。あと壺とか樽とかあるのかな、あったっけ、あ、わかんねえ。まあいいや。じゃあ、今何をするべきかというのは、1ボタンを押せばこうやって左上にコマンドが出るんですけども、メニューが出ますけども、その中から戦歴を選んでこれまでのお話が見れます。こういうふうにね、アバの家に謝りに行くと、アバは部屋に閉じこもっており、反応したのは、孫の真意だった。真意は灰になったはつらつ豆の代わりにふかふかのもみ殻と星毒結晶を持ってきてほしいと頼んできたということで、何をすればいいかというのはこういうことですので、どこにあるかは村人に聞いて探しなさいとのことだったので、まあそれを探すということになります。まあ時間もいい頃なので、今回の動画はこの辺にしとこうかなと思います。で、この次続きはまた次の動画でやっていきたいと思いますので、今回はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。